チャンネル登録者数117万人を超える YouTuber 柴田38が7日に自身の X、旧ツイッターを更新。預金残高を公開し、ネットをざわつかせた。写真、えぐい、とネット騒然。柴田が公開した残高はなんと、柴田は4月15日に YouTube で、丸口で建てた家、とし、四国にある自慢の邸宅を披露。 広さは100平米で、間取りは 3LDK だといい、このお部屋とリフォーム代合わせて3000万円いかないくらいですね。そう考えると、このお家を東京都内で建てるとなると、多分もっとするでしょ。5000万とか、7000万とか、場所によっては1億くらいいくかもしれないね。っていうのを考えると、地方ってすごい、と話していた。物件の購入価格は、 安いっちゃ安くて、分譲で、僕がそもそもこの家を買ったとき、1500万円くらいで買いまして、と明かし、リフォームに約1300万円がかかっているという。今年で39歳、2児の父、月賞は5から600万円って感じですかね。どうなんでしょう。同世代のアラフォーの人と比べてどうかはわかりませんが、僕はこんな感じで生活しており、こんな感じの家に住んでおります。 と説明していた。そして今月7日には、リフォームしたから貯金が2億を割ってもうた。どうしよう2億ないと安心できない、銀行の利用名最小アップ。そこには預金残高、1億9400万5382円と記されていた。ネット上では、えぐい、すげえ、わら、さすが常識人、柴田さんなら500万は人稼ぎで挽回できそう。 ラスボスですわこれは常に1万以内の庶民はどうしたらいいんだ。ww といったコメントが寄せられていた。